ほっといてください。チャピルン、視聴者の皆さん、はじめまして。ゆでたまのお友達のゆでたまです。ゆでたまも、この動画に出させてもらいますね。ゆでちゃま、チャピルン、ぐでたま、相変わらずだね。最近ね、あったかくなってきて眠いんだわ。ぐでたまが眠いのは季節関係ない気がするけどね。今日はね、そんなぐでたまでも季節が楽しめるようになる動画をやるよ。ほっといてください。季節を楽しむにはファッション、自分の好きなファッションアイテムを身につければその日は天上げだよね。天上げ、ぐでたまは常にすっぽんぽんなんですけど、ぐでたまじゃなくて街の方々にぐでたまコーデのモデルになってもらおうかな。巻き込むパティーンね。悪い予感しかしないんだわ。はい、ではぐでたまコレクション2019インサマー開幕でーす。わー、じゃあ、このイモナコ、イモナって言っちゃった。このイモナコのファッションチェックから始めます。いわゆる量産型のリクルートスーツの普通の子だわ。そうね、なんか就活よく見る。どうせね、面接で御社のっていう感じっしょ。ファッションの話だよ今日はね。一日が楽しくなるアイテムがなんか足りないなって思ったわけ。就活に必要なのは、ぶっちゃけコネでしょ。バッグ、バッグ、バッグは、ね、女の子の外出の気分を盛り上げる大事なファッションアイテムでしょ。コネよりバッグが大事な。コネの方が欲しいっしょ。そんなことばっかり言ってるから、ぐでたまはサンリオキャラクターとしてははみ出してるんだよ。ゆでたまはサンリオファンシーな雰囲気を武器に、女子から人気を獲得し、お醤油をかけてもらうんだから。はい、この魔法の杖、この子、可愛く魔法をかけちゃいます。キャピルーン、その杖、使用済みの爪楊枝じゃね。もう大丈夫だから、ほら見て、最高に決まってるね。味気ない感じになりがちなトートにキャラクターを加えることで、一人で出かけるときでも大好きなキャラクターと一緒に出かける感じ、サイ&コーじゃない？サイ&コーってフォーマルとは何か考えさせられるわ。これ完全にミスマッチっしょ。
きがいいんだわ。あーもうその魔法の杖くでたまも使ってみていい？いいよ。誰でも素敵になれる魔法の言葉はキャピルだよ。あー激しい。あのしけた男にグレコーデを施すわ。グデルほら呪文きれー。あー見せたまさんになっちゃった。呼んだ